次どう向きで刈るべきですか。イマジナリーラインか目の付け根から一応耳の上の付け根やけど耳の上の付け根の方が高いから目尻からまっすぐ持ったとしていったところのここの辺このぐらいから始める。一番上のところがこの線に来るよ。これ引っ張りす。で後ろにこうキュッこの親指で後ろにキュッでここの手でしっかり肘をつく。上からでもいいし持ちやすいように指はどれでも自分が持ちやすい指で、それでもいい。顔の文字と伸ばすことを2つが揃っていれば OK やから。これここももっとギリギリ。を取るべきもこの後、顎の下の辺から鼻先まで全部までインってしっかり伸ばしてシワが入っておからこの子、しっかり上まで上げて、下からもうここからこの V 字の中側を全部鼻先まで刈っていく。先に行けばいつも嫌なんですね。あとここのこの辺とかもそのまま隠します。これって刈ります？それは刈らへん。唇の器用まで一旦そこまで、この唇の際の上のギリギリちょっと残しぐらいまではここは刈ってしまおうか。で唇の際を際でこの刈っていく。こう前に持つ。唇より上に歯が出るような。枯れてないんですよね。ちょっと皮膚伸ばしながら柔らかいからついてくるから、ちょっとキュッと引っ張って、ちょっと引っ張って、身と毛がついてこうへんように。はい、着地ビーズにする。
それ先生、上と下どっちから買ってました？同じ感じでもいいよ、借りやすい。下の口ビルは同じかな。合ってますのか、うん、大丈夫。ちょっと中に入っておく、唇の中に入っておくというところはちょっと無視こう、うん、そうそう、こんな感じ。